では発表していきます。優勝したのは千葉ジェッツ35勝10敗2位は川崎ブレイブサンダースで42勝13敗3位アルバルク東京39勝14敗4位宇都宮ブレックス40勝16敗5位秋田ノーザンハピネッツ31勝23敗6位サンロッカーズ渋谷33勝26敗7位群馬クレインサンダーズ25勝30敗8位横浜ビーコルセアーズ22勝35敗9位レバンガ北海道21勝35敗10位茨城ロポッツ16勝38敗11位新潟アルビレックス BB7 勝45敗という順位になりました。タッキーいかがですか？はい、まずじゃあ上からね触れていきましょうか。千葉ジェッツはねサンロッカーズ渋谷との試合だったんですけど、はい、まあ、ここは千葉ジェッツが勝てば首位に決まるっていうのとサンロッカーズが勝てばチャンピオンシップ進出の可能性があるっていう、はい、本当に今先週のね放送でも言いましたけどすごく重要なカードだったんですけど、ここは2試合とも千葉ジェッツがホームで勝利しまして、うん、東地区のね首位を確定させました。まずここは本当にねすごいですね、はい、やっぱ千葉ジェッツすごく苦しんでたじゃないですか、この、はい、この 1,2 週間ぐらいね、ちょっと調子も悪くてって話も何度もこの番組もしてましたし、そんな中でやっぱりホームでしっかりこう意地を見せてね、本当にどちらに転ぶか分からないシーソーゲーム2試合ともすごくこう接戦接戦で最後の最後まで分からない中でホームでやっぱりしっかりとねビッグプレーを決めた千葉の方に軍配が上がったということで、やはりここは自分たちの力でね、うん、ホームコートを守って優勝を決めたっていうのはさすが王者千葉だなということで、やっぱりね競った状態でもああやって勝ち切る力があるのはやっぱり千葉さすがだなって思いましたし、ゲーム2とかもやっぱり富樫選手があの大事なところで決められるっていうのがやっぱりさすがだなって思いました。いや本当そうですね、最後の最後でね3ポイント決めて試合をね大きく決めるようなシュッと決めましたから、あのあたりは本当にもうやっぱり王者の経験値というかね、貫禄みたいなところもすごく感じましたよね。はい、であの先週ね、長峰真希さんとご一緒に生配信した時に、琉球のファンとしてはあのムーさん、渋谷のイサヘッドコーチが沖縄に来てくれたらなんておっしゃってたじゃないですか、うん、でここもねすごく考えて見てたんですけど、それちょっと残念だったなとは思いました。いや本当そうですね、やっぱり本当に渋谷も一勝でもしていれば結果的に言うとチャンピオンシップだったんですよね。そうですね、で、まあ、2試合でどっちもこの2ポゼッション差ぐらいの差だったっていうところで、本当に最後の最後まで分かんなかった中でやっぱりその千葉が老下というか素晴らしいプレーを見せたことで、うん、最後勝利を手繰り寄せたので、うん、やっぱそこの差だったかなって、本当に少しの差、わずかな差で渋谷はダメだったんですけど、はい、なんか本当ね一つの最後のミス、まあ、そうミスを誘う千葉のうまさなのかもしれませんけれど、いやそういうところがね競ってたからこそね残念ではありましたね。本当そうですよね、うん、でもまあ渋谷はね千葉戦の前までね、はい、最後の9試合で8勝してたんですよね。うん、で特にあのケビン・ジョーンズ選手が加入してからすごくこう粘り強さというかね、チームとしてのグルーヴも生まれてましたし、本当にいいチームになってきたなっていうところだったので、まあ、チャンピオンシップでねちょっと見られないっていうのが残念だし、ですね、最後やっぱりマカドゥ選手もね怪我でこう欠いてしまっていて、まあ、そんな中でもこうチームとして一丸戦っていた姿っていうのはすごく印象的でしたし、ね、うん、やっぱりこの東地区のレベルの高さっていうのも改めて感じましたしね、うん、いやでもね残念だけど、またなんかねちょっと広瀬選手の涙とかがね、ただやっぱり千葉はホームコートで今シーズンレギュラーシーズン25勝2敗なんですよね。強いよ、あのリーグ1位なんですよ琉球を抜いて、うん、圧倒的にやっぱホームの強さ、あのブースターたちの厚さとかもありますし、その辺がやっぱり強さだなと思いますし、チャンピオンシップでもねアドバンテージになると思うんで、
まあ、やっぱり王者楽しみなチームだなっていうのを改めて感じましたね。貫禄がね、ちょっと